お疲れ様です、今日は経営者の考え方について、お金の価値観が全く違う、まあ、一般の人と経営者って、まあ、お金に対しての捉え方とか考え方ってすごい違うと思うんですけど、まあ、俺もね経営者になって十何年だよね、13年ぐらいかな。でまあいろんな経営者の人とも会ってね、まあ、勉強させてもらったりいろんなことを教えてもらってアドバイスもらって考え方ってどんどん変わってきたと思うんですけど、まあ、そのでは成功する人のそのお金の価値観っていうかな、まあ、そういうものをちょっと今日お話しさせていただこうと思います。最近まあねグッドボタンがいっぱいくれるんでちょっと嬉しいんですけど、ぜひまたグッドボタンとチャンネル登録か、まあ何回も言うんですけど、誰が登録してるかって本当分かんないんですよ。だからこの間さ、先輩に会ってお酒飲んで毎日見てるよって言ってくれたからめっちゃ嬉しかったんだけど、うん、まあ最近なんかドッキリばっかでつまらんわって言って言われたけど、うん、毎日見てる、ありがとうございますって言ったら、でもチャンネル登録はしてないからねって言われたんだわね。先輩チャンネル登録してくださいよ、ちょ本当に分かんないんで、うん、ぜひチャンネル登録もしてください。じゃあそれでは行ってみましょう。それではお金に対しての考え方についてをするんですけど、まあこの後経営者ってじゃあ何を大切にしてるのなんだっていう話をこの後にするんですけど、まずお金に対しての考え方、まあ経営者のお金に対しての考え方っていうのをちょっとお話ししますね。値段よりも価値を見る、お金がないと何もできない、お金はお金、人は人、お金は水と同じって、まあ書いてるんですけど、まあ何ってさ、やっぱうん、まあ俺もそうだし、うん、まあ全部一致する一致しないじゃないんですけど、その成功してる人ってなんかお金に対してなんちゅうかな、恥ずかしさがないっていうかさ、大切なもんだから、俺すごいケチっていうかさ、お仕事に対しては使うし多分給料も予想より多いと思うんですけど、でもそれは俺は自信持って言えることは別に楽してお金あげてるわけじゃないし、もちろんだから俺はすごい厳しいことも社員にも言うし、うん、職人にもまあね YouTube あれ楽しいことばっかりやってると遊んでるように見えるけど、まあ、やっぱ多分厳しい。だからコメントでもねよく入れてくれるけど、やっぱ仕事すごい早いなとかさ、いろんなこと入れてくれるんですけど、まあもちろん職人ってレベルはできないこと俺やれって言ってるわけじゃないけど、ただ俺は一生懸命会社に来るそのうちの理念というか価値観は、うん、一生懸命ね一生懸命働いて、なんていうの、野球やるんだったらじゃあ大リーグ目指そうぜみたいなね、まあプロ野球目指そうぜみたいなところだと思うんですけど、それもちろんレベルの低い子高い子、じゃあみんなねプロ野球のピッチャーになれるわけじゃないけど、じゃあ後ろのねバックヤードのスタッフだとか管理するね運転手でも何でもおるわけじゃん、まあ野球だとしてもね。だから会社でもそうだと思うんですけど、でトッププレイヤーだけがチームじゃないから、別にそれなりにみんなが一生懸命やれば会社のね成績も上がってくるから、俺はだから少しでも会社給料上げてあげたいし、で今後もっと新しいこともっと大きい成長していきたいから、うん、厳しくはやるんですけど、なんちゅうかな、お金に対してなんかお金を出すことすごいケチる人でしょ。で自分のものだけは大切にさ、ブランドもばっか買ったりさ、うん、そういうやつってさ、人に対してお金出せないじゃん。で、割り勘ではもう1円でも余分に出したくないみたいなやつ、おるじゃんね。だから俺はもうそのお金に対してすごい、ケチっていうか、まあシビアだよね。うん、シビアだけど、その、ね、価値あるものに対して払う。だって俺はその今働いてくれてるスタッフっていうのは俺は価値あるもんだと、もう本当に思ってるから。ね、こんな俺のわがままについてくれる社員いないでね、なかなか。だからやっぱ、ね、それなりの対価をきちっと払わなあかんだろうし、うん、あとはそのお金お金って言わない言うって言うけどさ、みんな給料をもらうためにも働いてるわけでしょ。でそのお金がないとご飯も食えない、服も着れない、車も乗れない、ガソリンも入れれない、女の子とデートも行けない、うん、でそういうその経済の中でうごめいてるのにお金なんか関係ねえとか言うやつおるじゃん。んでなんか俺がなんかこの間セミナー動画こうやって撮ったら、いやじゃあ仁義がありゃなんか1000万貸すんかとか1億貸すんかってバカかなと思ったけど、ほんと。うん、もう返信したろかなと思ってるで、そいつもし見てんだったら俺返信したろで待っとるよ、お前って感じですけど。
まあお金はすごい大切だ、大切だから俺は無駄なことには使わないし、もちろんね。だけどその人からとって無駄に見えることもあるよね。うん、従業員社員から見たらね、社長なんでそんなこと使うんですかって言うけど、俺はこんなもん、お前になんでこんなもん買ったんだ、100円の、ね、もう文句言うんだよ俺は。本当になんでこんなもん買っとんだお前らって、まあ、こんなもん買う必要ねえやろって言って、自撮り棒ってこの間言ったかな、自撮り棒買って怒ったこともあるな。お前自撮り棒こんなもん会社に転がっとるだろって言って、まあ、怒ったこともあるし、うん。であとはね、そのお金はお金、人は人で、これね混合させる人が結構おるんですよ。お金持ち悪いやつとか、あいつ金金言ってるから悪いとか。だから人間のいい悪いとお金に対するその価値観っていうのは全く別だと思うんだよな。で金持ってても悪いやつも絶対おるし、俺も見てることあるし、いっぱいね。お金持ってる成功した人はみんないい人でも悪い人でもないと思うんだわ。全くそれって関係ないことなのに、なんかそれを一つにして考える人って多いよなぁと思うんですけど、うん、だから、うん、お金を稼ぐ力、お金を稼ぐ能力っていうのは、まあ後でこれちょっと話するんですけど、うん、人間性、うん、善悪っていうのも、その俺にとって善の子でもこの人、あの人にとっては悪とかまああるから、そのただ価値観がどれだけ共有できるかっていうか、そのあれでしょ、別に合うか合わんかだけの話だした。赤色の人もおりゃ白色の人、青色の人もおるんだから。だから悪いやつだとかいいやつだっていうこと自体も、うん、まあセンスねえなと思うんですけど。ただ、君たちに合わないから多分俺にアンチコメント入れてくるんだよね、あれ多分。もう腹立ってしょうがないんだろうな、俺がこうやって喋ってることが。で、お金は水と同じで、お金に意思はないって僕よく社員にも言うんですけど、なんちゅうかな。お金に本当意志ないんだよね。あいつら別に悪いものにも化けるし、いいものにも化けるじゃん。お金を何に使うかが大事でしょう。だって別に。だってお金で人も救ってあげられるし、お金で人を殺すこともできる。っていうかね、潰すこともできるから。で、お金になんか価値なんかないけど、本当水と同じっていうのはさ、生きてたらさ、いや、水なんか悪いもんだよっていう人いないでしょ。うん。で、ペットボトルの水、だって120円で買うわけでしょ。高いと思わない、あれ。俺も思うんだけど、こんな水に120円なのかとか思うんだけど。でも当たり前に日本って水が出てね、それ飲める、まあ、特に名古屋なんか本当水がきれいって言われてるから、まあ、水道水でも飲めるんですけど、だから、それと同じでさ、なんかお金なんていうのは、その、価値の、その、水と同じ。だって必要なんだし、もちろん水も同じ。必要だでしょ？必要だけど、それにいいも悪いも別にないのに、もう俺は本当そう直さないとまず本当に成功できないと思う。成功ってまあお金に対しての成功だけどね。まあそれちょっと次話すんですけど、じゃあちょっと次行ってみようか。はい、次は経営者にとって大切なものは何か。うん、まあお金についてで今日テーマなんで、まあお金についてで軸を置いてちょっと話すんですけど。人、物、金、時間、仲間、家族。まあ、ね。まあ、人それぞれ違う。家族が大切、仲間が大切、時間が大切、お金が大切って。だけど、この一つまず、俺、これで本当に言いたいのが、俺がお金を大切にしてるから他のものを大切にしてないだとか、なんか、そうやって捉える人って、多くない？なんか、この人は金金だから、なんかもう家族なんかどうでもいいとか、仲間なんかどうでもいいとか、時間なんかどうでもいいって。うん。で、俺、人とか物、まあ、これよく言うね、人、物、金って言うけど、うん、じゃあ、大切なものってじゃあ何って言うと、金が大切なんていうのは、俺、回答として間違ってると思うんだよね。で、それって物が大切なだけでしょ。だから、ブランドも買い漁ってるやつの方がよっぽど金金してるわけでしょ。だって、俺、本当にブランドも買い漁らないし、めっちゃ質素だからね。うん、で余分なものを買わないし、別に仕事してたら楽しいんだからさ、うん、別に何か手に入れたい、じゃあいい車乗りたい、まあまあ人から見やいい車乗ってるかもしれんけど、うん、別にでも俺ね、何千万の車は別にキャッシュで買うぐらいの力もあるけど、本当にね。だけど別に必要としてないし、うん、だからあいつは金金金っていうやつおるんだけど、俺周りにね、うん、それはそれはもうネット上にもいっぱいおるし、その現実上にもおるんですけど、
こいつらアホかなって、お前ら金金しとるやろって。で、物ばっか買ってるやつも金だよね、俺から言わしゃ。物が好きなやつね。うん、だけど俺はどっちかっていうと多分ここなんだよな。人とこうやって交わってて、うん、まあこうやってコメント、いいコメントもすごい返してくれるし、そういうのを受けてても楽しいし、今 YouTube やってるのがミッチーとその寺西くん、まあね、あとリリーちゃんで、その他職人結構ちょこちょこ出てて、またね現場行くことも増えて、でやっぱお客さんに会っていろんなこと話すこともあるじゃないですか。やっぱ楽しいもんね、あの人と交わってて。まあお叱りもあるし、喜びもあるし、褒めてもらえるのもあるし、いろんなことがあるんだけど、やっぱそこに対してまたモチベーションが上がって、もっとね、人から慕われる人間になりたいとか、もっと人からねすごいなって思われる人間になりたいっていうのは俺はもちろんあるし、うん、だからうん、なんか勘違いしてる。でも、うん、この時間や仲間や家族、うん、こういうものを作り、あの大切にしたいって思えば、やっぱここっているんだよね。だから、じゃあお金のために俺はじゃあ人を騙してまで欲しいとも思わんし、別に。なんか、ここが大、ね、ここが大切だから、その、うん、もっとお金が必要。うん、自分の、ね、もっと時間も作りたいっていうのもあるから、まあ時間の話はちょっとやめとこうか、時間なくなるで。で、価値観を、あ、じゃあ2番いこうか。価値観を変える方法。まあ、価値観を変える方法。まあ、ちょっと言おうと思ってたことあるんですけど、今話してる中でちょっと、違うこと伝えてあげようかなと思ったんですけど、価値観ってさ、まあ今この、まあアンチ書いてくる子も、まあ一辺倒ではないと思うんですけど、まずね、その自分の考え方が俺間違ってるって思った方がいいと思う。そのもうなんか、まあ、わからん。まあ、アンチ入れてくれてる人ですごい優秀な人もおるんかおらんか俺は知らんのだけど、そのレベルが低いところで、その、素直に聞く耳を持たないと、成長なんかしないんだわ。で、変わんないんだわ。でも自分が変わんないと、今の結果ってずっと明日も同じ結果。例えば俺が YouTube、ね、動画上げました。再生数伸びません。で、また明日も4にいた動画上げたらどうなると思う？再生数伸びないじゃん。だから、変え続けていかないといけないから、だからってなんかさ、カメレオンみたいになるわけじゃないし、別に。なんか、流されるとも違うと思う。でもなんか自分を成長させていくってことは、まあ言葉を変えると変わらなあかんから、なんか、勘違いしてるけど、今の自分が一生懸命、なんかその先になんかゴールがあると思ってるけど、いや、自分変わらないと、自分の周りの世の中も絶対に変わらない。これはもう保証してあげるわ。これはもうどんなに味込めてきても、俺、それ変わったらすごいと思う。まあまあ、そのね、海外に行くっていうのも、まあ自分が変わることだしね。あとはなんだろうな、周りがまあ、なんか天才みたいになってね、すべての人が、周りが変わっても、でも、同じ結果を生むよね。人から、ね、必要とされてないんだったら自分が今。自分が変わんないと周りは変わんないでしょう。だって、絶対に変わらんでしょう。だって。だけど、自分変えることなんて、案外簡単だからね。変えるっていうとちょっと言葉違うけど、変化するっていうか、その成長してくる。だって俺本当にいろんな人と、俺話すの好きだから、いろんなお客さんとも喋ったり、社員とも喋ったり、上のね、もうすごい尊敬できる経営者とも会って話すると、本当に会って変わるもんね。で、明日からもっとこうやってやってみようかな、明日からこうやってやってみようかな、とか、いろんなこと考えると、やっぱ、変わるじゃん。でも言われても変わんない部分もある。ああ、それちょっと違うな。俺の中でそれはないわって。それってもう所詮さ、俺が赤、でも青。じゃあ青ですごいもう今大成功しててうまくいってて、周りからも評価されてると。その人がね。だけど俺は赤なんだから、この人の別に真似しないんだわ、多分。で、その人とまあお話ししても、あ、この人の考え方はこの人の考え方だな。俺は俺の考え方があるなって。だって、なんちゅうかな。もうそもそも人の言うことが何にも聞けないっていう、そういうまあカラーだったら、まあ多分もう、お金っていう意味ではもう絶対成功できないと思うけど、やっぱお金ってさ、なんか、一人で稼げないじゃん。まあわかんない。いろんなタイプがあるね。一人で稼ぐ人もおるけど、でも一人で稼げないでしょ。芸能人でもそうでしょ。やっぱ周りのテレビ局とかいろんな人とお付き合いがあって、ああ、この人いいなってなって、やっぱね、
仕事が来たりとかするから、多分一人で稼いでる人っていないと思うけどね。はい、3番、他人の成功と自分の成功。うん、なんで、まあ、同じ話になっちゃうんですけど、うん、なんで、人の成功は人の成功だから、何一つまず言えるのは、その人の成功を、その、なんか、恨めしいっていうの、なんかもう、アンチコメント。だって俺さ、本当まあ、金持ちって言ってもダンチ湧くけど、腹立つんでしょ、多分俺、こんなさ、頭上げたやつがさ、アホっぽいやつが金持ってるって、ありえないって、俺の方が優秀だと思ってんでしょ、多分。でも、もっとさ、いいコメント入れてくる子たちって、多分、あ、こんな人でも成功できるんだって、力をもらって、あげれてると思うんだよね、俺は。こんな人でっていうかさ、こんな人でも、ああ、成功したんだ。じゃあ俺も明日から頑張ったら成功できるかもしれないって思って見てくれてると思うんだわ。だけどさ、バカなこと書くやつってさ、こんなバカが金持ってんのがバカみたいな感じのこと、ほんと書いてくるんですよ。まあ、承認制だからうちコメント、一般の人に見えないけど。うん、本当バカなと思って、本当どつくぞてめえと思うんだけど、本当、うん、だけど結果そうなんだ。だって俺は別に頭がいいからじゃない、本当に人が集まるタイプなんですよ。上も下も先輩にもすごい可愛がってもらえるし、下からも、まあどっちかっていうとそうだな、すごいこの人みたいな感じじゃなくて、あ、この人と一緒にやってると楽しいっていうのが多分あると思うんですけど、だから俺とやってて楽しくないと思うんで、アンチコメントを書く、その、むんぬん、まあ、周りでもおる。まあ、ああいうやつ大嫌いって。だから付き合うときはいいの。うちの会社別に入るのも自由だけど、出てくのも自由だし、それってどこにでもあるでしょ。で、友達もそうでしょ。友達だって自分が好きで、自分の色が似てて、カラーが似てて、自分がいて楽しいやつ、勉強になるやつと一緒におるわけでしょ。みんななんかさ、もう社会主義か、共産主国家じゃねえんだから、みんながその兵隊みたいに同じ向き角度、で動く必要ないじゃん。なんでその自分の友達を自分で選べばいいし、友達を辞めるのも自由なんだからさ、あいつが悪いっていう必要もないと俺は思う。だから、あ、ごめん、ちょっと話がずれちゃったんですけど、人の成功からは俺は絶対学んだ方がいいと。だって俺の成功から学べること絶対あると思う。うん。で、人の成功をぐずぐず言うんだったら、もうそいつは俺は絶対成功しないと思うから、そのお金の面でね。うん、だから人から学んだ方が早いし、人から話聞いた方が早い。まあ、ちょっと今うちは全部答えさせてもらってる。申し訳ないね。いろいろ電話もくれたり、会社にメールもくれたりするんですけど、まあ誰か一人いいよって言うとどこでライン引き合いかわかんないんで、もうちょっと申し訳ないんですけど、全部断っとる。で、まあ直接メッセージくれとるとか、ね、そっくりさん。社長そっくりさんも、YouTube 今やってるんで、あれ見たってね、社長にそっくりさんって検索したら出てくるんですよ。そういう名前でやってくれてるんです。ね、前一緒に動画出た方なんですけど、これ黄色いヘルメットかぶって動画出てるから、ぜひ見てあげてほしいんですけど、ちょっと返信もしてないんで、まあ、一切しないようにしてるんですよ。まあ、そこだけは、まあ、自分で通そうかなと思ってるんで、まあ、たまにこの間、アンチコメントにちょこっとコメント入れたけど、むっかつきすぎて。まあ、そんな感じです。チャンネル登録と、いいね。ぜひしてくださいね。本当に、誰がやったかわかんないから、先輩、お願いします。はい。また見てね。Yeah.